360度。TMR とはいろいろな資料などをバランスよく混合した資料のことを言います。 TMR センターは何をするところでしょう。早速見てみましょう。敷地内にはコンクリートの壁がいくつもあります。これをバンカーサイロと言います。バンカーサイロの青いシートの中には乳牛の餌となる発酵してできる牧草サイレージやコーンサイレージが入っています。 TMR の調整作業はこの建物から始まります。フィードセンタービーナスではミキサーに飼料などを投入して TMR を調整します。さまざまな餌が入った飼料タンクなどが並んでいます。これらの飼料を混合して TMR を作り、各農家へ配送するのが TMR センターのお仕事です。飼料タンクからパイプを通ってミキサーに投入されて混ぜられます。タンクからの投入はリモコンで操作しています。農家ごとに牛の栄養バランスを考えて必要量を調整しています。次はミネラルなどの添加物を投入します。混合量の少ないミネラルなどはフォークリフトで直接投入します。次はバンカーサイロの飼料を混合します。まずは牧草が発酵してできた牧草サイレージを投入します。次にコーンサイレージを投入します。重機を細かく操作し計量しながら投入量をコントロールしています。飼料の混合が終わったら農家に配送します。トラクターやミキサー車で TMR を配送し給餌します。ご視聴ありがとうございました。